いや、僕も本気ですよ。本気って書いてマジって読みます。蓋開けてみたらキャラクターの紹介でしたもんね。いや、俺じゃないのかよと思ったんですけど、俺って思う方がどうかしてますよね。自覚してます。でもこの書き方ずるくないですか。ピンポイントでワイのこと狙いに来てさ、またこいつわーわー言わすとこうみたいなね。まあわーわー言うんですけど、何が言いたいかっていうと、かわいい。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。初手安定の深い、すいません。さあ、今週9月1週目の週末でございます。いかがお過ごしなんで、おまんたちって言うとおりますけども、いつもいつもここまでが長いってよく言われるんでね、今日はさっくりと行くんだよ。さあ、今週の俺的ニュース投稿の時間です。今週の気になったニュースを一気に紹介していきます。一つ目、吉沢ひとみ飲酒ひき逃げを起こす。行こうぜベイビー、自転車でいいんじゃないが、全然良くなかった吉沢ひとみさんなんですが、被害者と思われるツイッターアカウントが発見され、炎上してしまうという事件に発展いたしました。まず、なぜ被害者と分かったのか。それが、個人のリプライの内容に被害者と思われる会話が含まれており発覚しました。その中に、うちもニュースで犯人知ってクソ笑った、お金たくさんもらおう、チャリとか新しいの買ってもらうなどの発言が。これを見たモーニング娘。のファンがブチギレて炎上したということなんですが、何が根本飲酒運転のひき逃げですよね。15分後に戻ってきたそうなんですが、供述では車を止める場所を探してたんでね、15分もかかるかって言っておりますけど、このご時世に酒飲んで運転ってすごいですよね。普通に15分の時間も含め死人が出ててもおかしくないですからね。ただ不特定多数が見てる中でお金もらおう、これがちょっと問題になっちゃったのかなと思います。 SNS に余計なこと書くね、そこまでって感じですけどね。次です、2つ目、福岡の高校で夏なのに低体温症。8日報道、福岡県早良区の高校で体育大会中に生徒2人が過呼吸や低体温症になっていると119番通報がありました。内容は、体育祭を雨の中開催してしまい、長時間濡れた体で外にいたことが原因と言われているということなんですが、当日の報道では2人という風に言われてたんですが、複数の在校生からですね、十何人何十人それ以上と、しかも先生は対応しなかったと、同じような垂れ込みが入っておりました。問いましょう、なんで夏に低体温症になるんでしょうか。誰か教えてください。まあ、と言いましても、生徒が毎日練習を重ね、いざ本番。今回この日がっつり朝から雨だったんですけど、中止するか否か、くっそ雨降ってたんですけど、生徒のことを一番に考えると、結果生徒が一番ひどい目にあったんですけど、やりましょう校長、なんでやねん。この寒暖差が激しい季節にはちょっと無理があったんじゃないかなというふうに思います。重症者がいなかったということで幸いでございます。次です、3つ目、また線路。ツイッターにてまた線路に入り込むやつがいまして、山下清志ブームなんですかね。しかも今回はチャリで通過する動画をツイッターに上げたと。マジ捕まりますよ。前回の補足なんですが、やむを得ない場合を除き入っちゃダメだということですからね。ふざけてとか遊びでとか、人が落ちても線路で車が立ち往生しててもですかみたいな来てまして、いやいやみたいな、ケースバイケースですやんみたいな。今もうこちら大炎上してるんですけども、線路には入らないでください。皆さんも気をつけてください。最後です、4つ目、また強い台風が発生。8日報道、先週発生した台風21号と同じ発生位置に新たに台風が出現したことが分かりました。今後の経路も同じなのか 100% は不明ですが、今後の進路に十分注意してほしいと促しているということなんですが、まだ分かりませんが、現時点では前回ぐらい強い台風になってるということなんで、一応皆さん備えてください。初めて知った結構どうでもいいことなんですけど、台風って毎回名前つくじゃないですか。あれ誰がつけてるんだろうなと思って調べましたら、国際機関台風委員会の加盟国があらかじめ140個用意していて、発生順につけられているそうです。へえ、本当にどうでもいいんですけど雑学でした。はい、ということで今週以上でございます。気になるニュースありましたらコメント欄お願いします。ちょうど一昨日ぐらいから季節の変わり目に入ったのかなという感じです。風邪ひきやすいと思いますので十分注意してください。おやすみだ。いや、俺じゃないのかよ。